どうも、国満調理のすばさです。えって、です、ね、40代国立大学院教授の給料について語ります。ちょっとね、だいぶ前にこれ上げたんですけど、ちょっとね、手違いで動画が8本ほど消えてしまいまして、まあね、作り直すことにします。ではいきます。まあね、国立大学院教授をね、あの、共鳴最初はさすがに持っていないので、ちょっとネットから引っ張らせていただきます。ではいきます。えー、年間支給合計が973万円ですね。 で、排除金額は243万円で、えっ、ー、と、年間支給額は、えっ、ー、と、756万円ぐらいですかね。まあ、1ヶ月に換算すると、まあ、63万円ぐらいですかね。まあ、少ないですね。まあ、大体僕、この4倍ぐらいは、まあ、5倍ぐらい稼いでるかな。それぐらい稼いでますけど、まあ、教授なんか知れてるかなと思いましたね。はい。終わります。